はい、ということで今回もカドヤンさんと対戦をしていきたいと思います。はい、カドヤンさんのキャラクターは、奥安丈介。わかりました。じゃあ僕はちょっと、まあ前回ね使ってないやつをやっていこうかなと思うので、どうしようかな。音石、音石と、あれ、音石とアナスインしよう。もう全くこれも関わりのない二人で、ちょっとナルシストっぽいところが共通点なのかなという。さあ、ステージは、はい、わかりました、いつものごとくお任せということで、また4部勢が多い中、アナスイが1人浮いてるということで、今回も舞台はオーソンということですね。わかりました。ステージ内に配置されたバイクを乗り回せる。バイクありましたっけ。あ、乗れるキャラがいたらあるってことなんですかね。あー、ということはもしかして音石のスタンドもそれは微妙なのかな。ねえ、音石自身は乗ってませんけどね。さあ、あれ、なんかちょいちょいね、僕の方の、すいません、画面がね切れちゃうんですけど、さあ行きましょうか。死ぬの覚悟でやってんだろうな、こら。もうナイスコンビの2人ですね。スタンドの腕試しがしたくなってね。あ、もうこの声が、俺たちの敵なのか。あー、音石はそうなんですね。はい、なるほど、遠隔か。あ、確かに。おお、ちょっと遠隔は遠隔でまた使いこなせるかどうかが。ああ、なるほどなるほど、スタンドだけ出るのか。うわ、でも本体は逆にこうやられたらこいつがこいつで吹っ飛ぶんだ。難しいですねこれは、なかなか。すごいな、なるほど。うわ、普通にやられるな。でも何かこいつにはこいつの特徴があるはず。トイチ演奏してるしすごい演出やな。で、無防備にも程があるやばいな。そうですね、さすがにまだデュアルコンボは無理か。ちょっとこう、今の間に、おお、なんか始まっとる。そこがもう決めポーズ、そこのシーンなんだ。なんかやばい、やられてる。角度が変だぞ。あ、来た来た。おお、攻めきやがった。やっぱ音石ちょっと本体だけになるとかなり厳しいなこれ。おお、やられとる。もう一方的ですね。え、あ、充電がどっかあるんですか。あ、そうなんですね。なるほど、演奏は抜群なんですけどもね。よし、頼むよ。お、やっと決まったか。ダイバーダウン、かっこいい、すごい、やるじゃないですか。おお、ナイス演出、すごい、決まった決まった。何このポーズを見続けないといけないのか。やばい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 よ。とりあえず音石はね、もう逃げないといけない。お、パートナーがやられたわけですね。
受け継ぎがそっちなんや。よっしゃ行くぜ。なるほど、まだ行く。いいぜ。なるぜ。あれ違う。パートナーです。こっちやこっち。どこ行ったどこ行った。いやーさっきから演奏はすごいするんだけど。追っかけ。アナスイが一人頑張ってる。いや何回演奏すんねんもう。いやこれどうなってんの。この演奏何か効果あんのか。スタンド出そうとしたらねずっと演奏し。ずっと演奏してちょっとこれはあかん。これは絵面的に申し訳ないやつや。難しい。しかしせっかく相手が今一人なんでね、なんとか。すごい。演奏してる間はなんかちょっと強いのかな。大の拍手を送れが絶対もう送れ、あれじゃあ落とし自身で行くしかねえ。ずっとよいしょ。よしやばいな今回めちゃめちゃ。あ、しまった、前回の反省点のロックオンがもう全くできてないな。こういこう。これなんだこれ難しいな、音石。これは一体なんだろう。後でまた調べとかないといけないな。もう攻撃をしないんだな。なるほど。やばい。とりあえずもう。アナスイに任せよう。任せますね。スタンドがね。あと10秒頑張ってくれ。ピケッパーは出たのか。邪魔してるだけやわし。やべえ。もう飛んで逃げる。悲惨な初戦になってしまったこれは。あーやばい。最後になんとか。いいぜ村田頼むぜ。声が似てる後輩芸人。おお、映像が。やばい。残り2秒マジ。いやー、これちょっと、やばいですね。難しかったと、結構トリッキーなんでしょうね。なるほど、わかりました。はい。では、早速第2戦、いきたいと思います。では、家電屋さんがスピードワゴンとリサリサ。じゃあ僕はディアボロと岸辺露伴で行きたいと思います。まあなんか露伴もね、ちょっと雰囲気、近距離タイプって感じがしないので、さっきの音石みたいなイメージがあるので、ちょっとパートナーに任せようかと、はい、思っています。ああ、技を封印したり。なるほど。オールスターバトルもね、なんかそういう感じですもんね。どっちかといえば。攻撃型というよりかは。あ、場所が、ナイトメアワールド。デスサーティの舞台ですね。すごいな。全然もう本当に、これも、3部キャラが1人もいない状態で。4部、ああ、そうですね。1、2、4、見事に3部を除いた奴らで、ステージ戦いたいと思います。舞台で。
楽しみですね。キングクリムゾンもね、時を使うやつもね、なんか大変そうな。さあこの辺またいろいろ。これちなみにメリーゴーランドとかになんかギミックとかは特にないんですね。わかりました。まあ原作でも特にメリーゴーランドはないと思います。さあ若っかりし障害物、なるほど。面白い漫画というものはどうすれば描けるか。これはじゃあさあスタートいたしました。んどこだ。あ遠くの方にいるな。おなんだこいつ、なんだこれ、このなんか笑ってるポストは別に害にはないんかな。さあよいしょ。やっぱいざ始まるとこのいろいろ、あれなんか、ああそっか、なんかいる、なんか変な奴らいるなと思った。スピードワゴンの部下ですね。部下じゃないわ、仲間か。東洋人とか。え、しかもこいつらも攻撃してるのか。なかなか大変だな、これ。5対2じゃないか。ちょっと、取り巻きが。スピードワゴン、そういうとこあるんか。ちょっとこっちもなんか、おやばいやばい、角度が。うわーダウンしてる。しかもやられてるのがこの取り巻きのやつにやられてるという。畜生。おおデスサーディン来た。うわわわわ怖っ。マジかい。重くと直接出てきましたね。やばいやばい、ちょっととりあえずリサリサでもいいや。攻撃を、やばいやばい。よしキングクリムゾンの能力を使ったけど、いやー一瞬やった。やばいぞやばいぞ。そう大人数に見える相手が、あいった本当ですね。先こ、あリアルコンボが出てしまった。エピタフが L1 四角か。あ違う、あ L とバツか。出た、エピタフ出たけど、やばい、もうなんか入り乱れすぎてる。やばいやばい、やばいやばい。お、来た。どんな協力の仕方するんやこいつら。お前がたった今目撃し、おお、そして触れたもの、おお、スピードオンがなんと、やばいぞスピードオン、やばい、ちょっと食らった。すごいな。しかしスピードオンがまだ生きてる。ちょっととりあえずスピードゴの仲間が超邪魔してくるな。え、仲間消えないんですね、スピードゴの。何回も呼び出してるんですか、召喚獣みたいな。やばいやばいやばい、なんかこいつほんとなんかすごい数で言う圧倒されてる感じがする。帝王がちょっとなんとか。あれなんか、あれロハンが止まってる。何何してんのロハン。あなるほど、エピタフ。ああなるほどですね。キングクリムゾンの能力も使いつつ、うわーやばい、まだ大丈夫か。あそっち登れるんですね。あ登れた、すごい。なるほど、来た来た。何ガードできるのかな。あーあーロハンがやられとる。ロハンロハン今痛そうな顔してる。マジか、なんか箱が目の前に。やばいやばいやばい。ああそうか、投げるやつか。デスサーティンがねちょいちょい来るの。さあ
あ、ね、録音はね、してますよ、大丈夫ですよ。してるけど、捕まえてない。あ、後ろから来るのはマジで卑怯だぜ、リサリサ。スタンドがね、まだあるから。あ、なるほど。なるほど。スタンドの勝利みたいな。な、最終的には。いや、ディアボロはもうなんか強かったです、普通に。元が。さっきのあの音石に比べたら使いやすさが全然違いましたね。あ、ボスキャラの中ではトリッキーな方なんだ。なるほどなるほど。じゃあ、第3戦いきたいと思います。僕どうしようかな。さっき家電屋さんが使ってた奥安使ってみようかな。奥安と恐竜デュオと一部デュオ。なるほど、わかりました。奥安と、じゃあ僕、東方丈介にしようかな。まあどっちも近距離のタイプか。そうですね、ジョジョリオンの、あ、そうです、ジョジョリオンの丈介ですね。じゃあステージはまたカドヤンさんにお任せをいたします。ステージが多いのも嬉しいですね。次はどこかな。コロッセオ。なるほど、バトル開始後すぐにレクイエムが、わあ、眠っちゃうんですね。浮遊する高級。なるほど、亀の鍵を所持していると、ここジャンボで体力、あ、なるほどなるほど、そういうアイテムもあると。わかりました。ここのコロッセオも、ここもね、なんか角度によっては全然隠れたりできるのかな。さあ、ゴブ勢が一人もまたいませんけれども、行きましょう。直接自分で言って、自分の目と耳で知りたい。あ、この頃のジョースケもまだね、そんなに、原作は序盤の頃の多分。あれ、さあ、恐竜がいるのか。あ、ちょっと今ね、あのさっき教えていただいた攻撃中に丸押すっていうのをやってみたんですけれども、わあ、ステップ。あ、そうですね、ジョウスケが助けてくれましたね。うわ、とりあえずオクラスも変わった走りしてんな。アイテムが欲しい。レクイエム来たのか。あれ、もうでもレクイエムもう潰されたんですか、誰かに。イラストがなんか出てましたけど、え、リオってこんな炎飛ばせんの。ああ、そういうことですか。びっくりしました。うわわわわ、超よし、行くぞ。よし、お、長介の、あー、なんだ、インスタもここまでか。来た、いいだろう。またこの絵がパッ、なんかレクイエムの絵は、ああ、出演始めて、しかももうすぐに消え失せたとか。お、しまった、やばい、こっちも行くしか。やばいやばいやばいよ、恐竜が。僕らさん、あんまスタンドが出ないな、なんでだろう。
恐竜もすごいですね。すげえ。あ、やべ、決まった。ジョウスケがやってくれたのか。俺はバカだからよ。うわ、わかりました。なかなかすごい。俺のシャボン玉が。レクイエムの影響も受けることなく、なんか近場で全部終わりましたね。では、はい、第4戦目ですね、行こうと思います。いいで分かりました。イギーとポルナレフ、分かりました。じゃあちょっとここは逆に城太郎歌教員で王道なメンバーでいきたいと思います。3部のステージ、ああそうなんですね、戦いにくいんだ。おー、あービルの上ありましたね、そういうステージ。まあ全然あのどこでも、まあ新しいところとかもどんどん行っていただいて大丈夫ですよ。ありがとうございます。あ、全員三部勢か。出たケープカナベラル、これはまた落下するやつですね。これは楽しみなステージになります。ここはもうあれですかね、重力が変わるっていうことで、それがもうメインのステージみたいな感じなんですかね。ああ、時間とともに、時間経過とともに変わる感じで、わかりました。さあね、今は普通の状態ですけどね。このクソ犬と一緒に戦えってか。いいコンビ。おめえみてえな間抜け、こっちから願い下げだぜ。いいですね、いろいろ思い出すな。行くぞ。ちょうど3部の再放送も始まったところです。やれやれ。もうこのコンビもいいですね。さあ、ちょっと人気を取りに行ったコンビでやらせていただきます。まあね、今はこう本当にオーソドックスな、うわ、先取られた。カデヤンさんはポルナレフの方を使ってるんですかね。いいですか、今飛んでましたね。攻撃しにくいな。ちっちゃいからちょっと。あ、やった、当たった。ちっちゃ。あ、ジョータロ強いな、やっぱ。おー、なるほど、スナディオが出るのか。いいも面白いですね、いろんな技が。うわー、そんな横から屁をこきやがった。くそ、ポルナレフ、ポルも倒しとこう。いや、ジョータロも強烈やな。あ、早速来やがった。おい、わしのっていうか仲間はどこ行ったんだ。はい、遠距離タイプ。ああ、なるほど。なんか下教員が全然見当たらないですよね。何、あ、なんか立ってる普通に。ちょっと一緒になんかしようよ、頼むよ。ああ、ダメだ、攻撃されてる。ダメだ。ああ、やっと決まった。2人で行くぜ。1人で行く、行きましょう。おお、なるほど、来ますか。いや、しかもこのタイミングで来た、来た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 。重力がなかったことになるのかな今の。まだ発動中ですか。わかりました。これでちょっと動きがね、 しにくい状態にはなりましたね。なんとか。うわー、マジかよ、さっきやられたか。なんか持ってるし、コロナで。え？あ、大丈夫ね。すごい。そうか、ジョータロも時を止めれるはずなんだね。
なるほど。あ、まだチャージ中なんですね。頼むぜ。あれ、登れなくなった。全然戦いに参加できてない。なるほど。ちょっと、あ、マジか、まだいけるの。よいしょ。ちょっと広いとこに。あ、やばいやばい、ロックオンしないと。今カキョインとイギーがやり合ってるのかな多分。やばいやばい、バトルアタック、こっち来た。マジかよ、ちょっと待って。え、なんか吹っ飛ばされたぞ。イギー強い、強いな。とりあえず、あ、カキョン一人で頑張ってるわ。エメラ飛び道具で頑張ってる。わー、やばい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 、結構吹っ飛ばされてる。あ、なるほど、今のは特徴目なんですね。結構ほんと一瞬でしたけど。あ、出た。これはいけるか。相撲好きか。すごい、かっこいい、かっこいい、すごいな。ポルナレフが、おー、決まりました。よかったよかった。そして逆パターンですね、原作とは。イギーが引き継いだパターンの。殴るのは反則ですね。下にいるのか、どこにいるの。いたいた。あー、なるほど、華僑院になんとか倒してほしい。なかなか当たらない。素早いですね、イギーが。あー、マジでショック。せっかくポルナレフが倒したのに。敵はぶちのめした。なるほど。いや、やっぱいいですね、あのオーソドックスなキャラクターは結構いいですね。また使いたくなる。よし、ちょっと僕が再開。はい、続いて、まあいろいろ、じゃあ僕ユカコさん選びます。ユカコさんと、まあやっぱ光一くんですかね。ちょっとだんだん、さっきまでは変な組み合わせでやってたんですけども、だんだんちょっとこう、相性の良さも見ていきたいなというところで、カドヤンさんが、ミスタージョルノで、あ、わかりました。ケープカナベラル、またやってみたいですけどね、ちょっとね。さあ、場所がどこだ。あ、ネオポリス駅。なるほど。老化状態もあると。はい。プロシュート兄貴がネック。あ、出てくるんですね。確か。まあ、さっきのデス13みたいにうろつき出すってことなんですかね。なるほど。全域、そうなんだ。結構、なるほど、動きがのろくなると。わかりました。ちょっとそれは気をつけていかないと。まあでももう出てくるんですよね、時間とともに。ミスター忘れたんですか。おお、このシーン直すんじゃないの。ファンがもう大好きなシーンです。残りますから、ね、あ、手の指はズボンには突っ込んで。あなたにはその才能があるわ。さあ、ゆか子さん。とにかく彼女に合わせるんだ。逆らうとまずい。いいですね、ゆか子さん。アクト
深子さん強そう。おお、早速ボコられとるぞ。あれ、あ、違う、なんか光一くんがやってくれたのか。あれ、ゆか子さんって近距離じゃないのか、中距離とか。おお、すげえ強っ。ゆか子さんなんか動きは堂々としてるし、いやー、やばい。あ、廊下始まってますか。あ、それでちょっとこっちがじゃあ中距離やからまだいいのか。よっしゃ、行ったれ行ったれ。なるほど、もう始まってるんですね、廊下が。確かに煙出てる。強っ。ダッシュもできない。なるほど、小石くんどこ行ったんや。一緒にやろうよ、デュアルコンボ。よし、来ますよ、火が出てきた。そっちも来るか、チョロのミスター。動きがね、あのダッシュができないのはね。ああ、なるほど、氷を取れば速くなると。あ、切れる。え、プロシュータニキが、あ、いるんですか。やばい、こっちはまだ見えてないですね。ミスターがいるわ。はあ、はあ、はあ、すごいプロシュートの居場所を教えてもらうという。近くになると、あー、いるいるいる、マジで。氷氷氷氷氷、これか。プロシュートも倒さないといけないですね。なるほど、ほんまや、すごい。そしたら次がペッシー。あんたを逃がすことはできない。ペッシーはそんなに。なるほど、あー、引っ掛けられるんですね、スリバリで。ちょっと小一くんを、愛する小一くんを助けに行かなきゃ。ダッシュが気持ちいいぜ。あえちょっと、あー、大丈夫か、まだよかった、 KO じゃなかった。ペッシー引っかかったんですか。すごいな、この、おお、マジか。いや、すげえ。うわあ、光一くん。マジ？ちょっと。せっかく爽やかなやつって言ってくれてたのに、光一くん。ボコボコにされとるやん、ジョブのに。ちょっとちょっと。こっちも愛の力を。行こうよ。あー、ダメだ。ペッシーほんまや、今チャンスなんじゃないの。当たってない、攻撃が。わー、ダメだ。ミスターとりあえず攻撃単体ではめちゃくちゃ本当強い。強いぞ強いぞ、ゆか子さん。なるほど、うお、後ろから攻撃。光一くん、こいつも私負けないわって言ってるから、なんとか。ただじゃあ置かない。いいですね、この強烈さ。うわー、来やがった。レクイエムか、マジか。出たよ、レクイエム。
りあえずモミスタを。はまってない。このなんか結界みたいなのは、あ、来た、来ました、やっと出た。すげえな、強烈な、強烈だ。いや、いかついいかつい、すごい。ゆかこさんでもまだ倒せてない。ペシ来た。あー、こいちくん、こいちくんビリビリしとる。やられ放題よ。とりあえず、あー、きつい。ペシ、ちょっと僕は見つめないで。うわー、ジョルノン来るか。なるほどな。え、あるんだ、すげえすげえ。なるほど、白ゆかこ、ロスタイムですね。あー、コーチくん、ペッシクソ。顔面筋がピグンピグンしてる。もうどっちか、せめて一矢報いろ。あ、時間がない、やばいな。ちょっとちょっと、いやー、ダメだ、同じ中距離でやられるな。当たらん当たらん。え、あ、録音できないんだ。なるほど、それでか。なるほど、そうかそうか、それは今説明聞いて初めて知ります。あ、負けた。もっと優しく、優しくやってくれよ。あ、こっちのミスターの声もなんか似合ってるな、ゲームね。勝手に今声優さんのことを思い出す。無理ですって、ギャングなんだから騒がないでください。あ、そうか、ゴブ勢はもう全員声が違うんですね。でもね、しっくりきますね。そっか、まあまあ、お互いの必殺技が出せたのは良かったところですけど、なかなか難しいステージでしたね。面白かったけど、廊下が、そうですね、プロシュートアンジュが。よろしければチャンネル登録お願いします。